雷調査隊始まるよイエイイエイ、はい、始まりました。この始まりました雷調査隊、はい、この番組は日本の人、食、歴史、文化を紹介する番組です。はい、ユーストリームさんを使いまして全世界にお届けしております。生放送の参加型番組です。はい、この番組1時間の生放送でお届けしております。チャット、ツイッター、なんでやチャット、ツイッターでの参加どしどしお待ちしております。チャット参加、ユーストリームさんにご登録していただきますとすぐにご参加いただけますので、はい、ぜひぜひ1時間我々に絡んでください、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ということで、もう最近は、はい、春の気温になったと思いきや、冬の気温に下がったり、はい、もう風邪ひいちゃいますよね。ね、本当ね。まあなんか、もう2月に入った途端、節分というよりかは皆さんなんかもうバレンタインデー、あ、そうですね。その風潮は腹立つ。その雰囲気に陥ってて、でなんかテレビでやってたのは、なんかその男の男性の人にチョコをあげるじゃないですか。であげて、それよりもなんか自分が望んでないものが返ってくるとイライラするみたいな。何それ、そういうこと言ってる人がいたんですよ。おかしいと思いました。もうアホですよ。後ろにですか。いや、いや贅沢なんですよね。そもそも、まあ、2月といったらね、そうやって僕は節分だと思ってたんですけども、例えば1週間後にそういうバレンタインとかそういうの控えてるんですけども、で今年は何個もらえるのかなっていうところ期待してるのめっちゃしてる。でも本来は女性がもらうべきものなんですよ。いや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 、何言ってるんですか。もともとは女性なんて言われたらさ、もらいまくってんじゃないの。お金とかさ、待ってるぜ。なんでマジなんかね、車とかさ、ね、嫌な感じだわ。嫌なるわ嫌なるわ嫌なるわ。だからバレンタインデーだからといってそんな気合を入れる必要はないと思います。今、友チョコが一時期すごい流行ったじゃないですか。だけど今、自分にご褒美チョコっていうのが流行ってるんですよ。寂しいよ。本当に高いチョコレートを自分のために買って食べるっていう。今知ってる？君たち。何ですか？コンビニにね、コンビニすごいよ、今のコンビニ。もうあのそういうね、有名百貨店とかで買えるようなチョコがもう全部並んでるんですよ、コンビニに。すげーとみたいな。そう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 、もうすごい、もう世界的に有名な、ね、ゴー、ゴー、ボー、ボー。何言うてるか、何言うてるか、ゴー、リバさんとかね、いろいろあるわけ、なんとかホテルのチョコレートとかさ、すごいですよ、もう僕、だから今日ちょっと、ね、あの、買いに行こうかなと思って。あのバラの形したチョコ欲しいやつ、銀座で売ってるやつ、待ってる待ってる。なんでお前にあげないって言うんですよ、バカ野郎。残念な、俺、ボンボン。まあね、まあ、バレンタインでは私あんまりやる気がないんですけど。やる気ないの？まあ、自己紹介いきたいと思います。はい、やる気のない自己紹介。はい、雷調査隊、フライデーズリーダーのみなちこと、みなちこと、みなちこと、高橋みなです。よろしくお願いします。わわ。えい。今日なんかすごくあれですね、しっとりしてますね。あ、本当ですか。なんか最初俺入ってきた時からすごいなんか落ち着いていらっしゃるなって。あ、本当ですか。なんか、うん、日頃の浮かれた感じが全く見えない。ちょっと分かんない。なんかそうですね、浮かれてはいけないですよね、やっぱり。どうした。と思って、リーダーてるよ。分かってる分かってると思って、はい、ね、まあ、頑張ってください。はい、頑張ります。はい、頑張ります。はい、じゃあくまちゃん。あ、わかりました。はい、よろしくお願いします。今日も皆さん、寒い日が続きますけれども、風邪なんてひかないでください。お願いいたします。慣れない、私がもんじゃないよ。雷調査隊の隊長を務めさせていただいております、くまちゃんこと、くまちゃんこと、くまちゃんこと、くまがわ雄大です。どうぞ皆様よろしくお願いいたしまーす。イエイイエイ。慣れないことするから、人の心配なんかするから。はい、じゃあ、お願いします。はい、雷調査隊員、おしんこと、おしんこと、おしんこと、山本しんいちです。本日も1時間、笑って福を呼び寄せましょう。よろしくお願いしまーす。お願いします。はい、次。はい、三つ編みさんじゃワンワン。お、いつにゃんこと、いつにゃんこと、いつにゃんこと、針ヶ谷いつきです。よろしくお願いします。何やお願いしまーす。めげない。なんかね、
今日ね、本当僕入ってきたんですけどもね、はい、スタジオに入ってきて、うん、そう、なんかおはようございますって、おはようございますって、最初止まったんですよ、パッて。じーって見られた。ゲストの人かなと思って。あ、いつなんじゃんと思って。なんか目の中が魚みたい。そうそうそう。魚みたいな声ってね、この野郎。まあ、いつも私の魚のような目をしてるけど。実際、メスカリが取り入れないんですけど。進めやすいよね。まあ、でもさ、いつにゃんはさ、メイクで変わるよね、本当に。そう、今日はね、ちょっと強い感じのメイクにしてみたよ、てへぺろ。はい。はい。ということで、どうでもいい話は置いときまして。いやいやいや、ちょっとオタク。なんかお決まりになってきてるんですけど。こちらのくったら話ばっか聞いてくださってるからね。はい、やっと前からありがとうございます。読み上げていきたいと思います。はい、アヌメリオさん、こんばんは。コーヒーニックさん、こんばんは。DTK さん、こんばんは。エスパーイガさん、こんばんは。もう一人エスパーイガさん、こんばんは。ジョルキさん、こんばんは。ナゴミさん、こんばんは。アイナナ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 さん、ナナさん、こんばんは。こんばんは。かつゆきすのはなさん、こんばんは。かよねこさん、こんばんは。大西ライオン、こんばんは。パピポさん、こんばんは。しゅんさん、こんばんは。やねうらみきさん、こんばんは。ありがとう。ゆみちちさん、こんばんは。と、もう一人入ってきていただきました。どなたや、ひとみママ、ママ、こんばんは。ということで、16名様ありがとうございます。ありがとうございます。いっぱい書き込みをしていただいているんですが、はいはい、塩黒子さんも入ってきていただいて、調子が悪いんで出直しますって言って帰ってきてくれてましたね。戻ってきてもらったので、ね、お呼びしよう、うん、お願いします。なんか、おっしんラブターンってユミチッチが、ユミチッチがつっちゃったユミチがいつにゃんかわいいってバビブさんが早く呼んでもらっていいですか。まあ、いろいろ帰ってきていただいてますが、なんか大西ライオンがお酒が好きらしいっていう話がね、で盛り上がってますが、お酒好きなんですね。うん、なんかそんな感じ、ね、聞いてくれる人がいるっていう、ね、確かに放置されてたらかわいそうだよね。誰かがね、さっきね、おしんチョコちょうだいって言ってた。あ、ゆみちち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 ゆみちちちそうそうそう、ちょうだいだって。そんな感じです。そうやね、バレンタインの話をね、冒頭でしてたからね、いっぱい書き込んで、おっとっと、大丈夫、これは大丈夫かな、録画エラー、多分ね、放送は大丈夫と思う、うん、録画なのが今ちょっと一瞬切れちゃったかもしれない。録画困っちゃったらしいですよ。なんか押したな、君。押してないよ。あ、クラブパルヘジアさん、こんばんは。ありがとうございます。いやー、でもママね、ママお休み、ママね、体調がちょっと優れないみたいです。そう、はい、なので皆さん気をつけてくださいね。そうですね、まあ、水曜日ね、見た方もいらっしゃる、分かると思いますけども、うん、もうすごい首の方がね、悪化されてね、回らない。その前にね、首が痛いのにね、俺はね、ハワイに行くそうだよね。ね、確かに、ね、なんかそれ思うわ、ちょっと変ですね。それ思うわ、ちょっと変ですね。はい、まあまあ、まあね、はい、あれですね、まあ、バブルといったら、もう本当はあのコーナーに行くはずなんですけど、はい、今週の火曜日に、はい、某ユーストリームさんの番組の方に、はい、バブル隊長新さんで調査をしてきたということでですね、はい、バブル、どんな調査を一体してきたのか、はいはい、では、いつもの今日は何の日はお休みさせていただきまして、はい、こちらもちょっとどかせていただきまして、はい、はい、行きます。はい、調査報告、クラブパルヘジアさん、イエイ、やった、ちょっと待ってな、今映ってる？みんな、あ、そう、見えてるかな、見えてる、ね、はい、一回ね、こっちの方でね、録画の方が切れちゃったりしたんだ。そう、さっき、全然問題ないよってドルキさん動画って言ってくれてて、うんうん、あとママがね、映りませんぬって言ってたんだけど、うん、でも平気な人もいるみたいだから、ママの環境なのかな、かもね、もし一回ね、一回だけちょっと、はい、抜けてもらって、もう一回すぐ入ってもらったら、うん、多分すぐ映ると思うんでね、うん、ぜひとも
お願いします、はい、ここでケイイチクラブさん入ってきていただきます。せいやさん、こんばんは。ありがとうございます。今20名様でございます。ありがとうございます。ということで、はい、とですね、クラブパールヘジャーさんという、はい、ユーストリーム番組の方に私と隊長とおしんさんで行ってまいりました。行ってまいりました。そうですね、調査報告を、はい、まず見てもらいたいと思います。はい、動画を作ってきたので、はい、はい、ちょっとじゃあここでいいのかな、いいですかね、大丈夫ですか、ね、はい、うん、はい、それでは VTR どうぞ。こんばんは。寝ております。はい。我々雷調査隊ですね。ユーストリーム番組クラブパルヘジアさんの番組にお邪魔させていただいております。というか今から収録ですね。そうなんです。ただいまね、リハーサル中なの。聞こえる？ちょっと寝てるね。ちょっと。リハーサル中なんです。リハーサル中なんですよ。これでも聞こえたこともないわ。なんでなの。ほんとさ、靴や長靴なんで磨くの。素敵でしょ。みんながね、白い粉で磨くんだよ。こういうのって雷もした方がいいんじゃない。あの雷のメンバーみんな面倒くさいからリハーサルなんかしないの。したくないの。本番今1時間前、1時間前よ。こんなにみんなちゃんとしてるの。雷メンバー誰も来てないで。まだいないよね。あの1時間前に入ったら結構優等生。優等生よ。今電車です。電車。そうやんな。前10分前に来るからね。そうよ。あれなんとかするとファンはまあ、まあそんな感じでね、今から、本番前、本番始まってちょっと取材を兼ねてね、あ、なるほど、はい、調査させていただきますので、はい、皆様お楽しみに。すごい、すごい、いきますよ。2日目、3日目、4日目でございますね。わかりますね。わかりますね。番組なんですね。そうなんですね。うん、そうそう。で、あのね、うん、なんだっけ。あ、そうそう。おしんなんて本番1分前に来た時あったよねって DTK さんが言ってる。そうなんですか。そうなの？え、1分前。ああ、調査の時やんね。うん、でもいつにやんなんて、あの本番始まってるさなかに来たよ。あったね。途中で来た時あったね。いろんなことがあるんですよ。歴史があるんですね。シューッと入ってね。そうそうそう。おう。うん、そんなこんな、ね、そんな感じです。オッケー、ということで、あ、待って待って、鬼の家さん入ってきて
ただきました。鬼の矢さん、こんばんは。ありがとうございます。あ、塩黒子さん、おかえりなさい。おかえりなさいませ。ありがとう。ということで、ただいま23名様でございます。ありがとうございます。はい、調査報告まとめさせていただいたんですけど、はい、VTR どうでしたか、皆さん。いや、あのね、今回そのクラブパルフェリアさんを調査させていただいて、はい、言っちゃえばさ、クラブパルフェリアさんはまたちょっとアーカイブで残ってますもんね。そうですね、はい、全然その模様は全然見れますし、はい、我々が調査したかったのはやっぱ裏ですね。そうです、見れないとこですよ。当たり目とか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 ね。美味しそう。お腹減ってきた。ずっと食べてたから気になって仕方なくて。そうなんだ。ずっと食べてたんよ、当たり目ばっか。リハーサルね、してるんでしょ。そうなんです。1時間前よ。すごいよね。1時間前からリハーサルちゃんとね。素晴らしい。誰も来てなかった、今日1時間前来たけど。何がね、やっぱそのスパイパーすごいかっていうとね、やっぱ本当にね、やっぱなんていうの、クラブパルフェジアさんはですね、まあ、そういうお芝居をされてる方も呼んで、で、その歌を歌ったりとかね、なんかいろんなね、あの催しがあるわけですよ、番組の中。だから全く2時間っていうのをね、感じなかったですね。そうですね。なんかゲストさんが来ても歌ったりとかできるみたいで、今度じゃあぜひ雷調査隊で呼んでください。お願いします。お願いします。で、逆に来てもらって、ね、来ていただきたいよね。で、なんか共用できたら。そうですね。それはいいことですね。まあね、今回ね、なんで僕がね、その V 上げで怒ってたかと言いますとですね、あの、まあ、MC のお二方いらっしゃるわけですよ。はい、ね、あの最後ね、その、まあ、その方をね、あの、インタビューしたわけなんですけども、カメラマンがね、ちょっとね、なんか下手くそかなんか知らないけどね、残ってなかったんですよ、メモリっていうか。そうなの？そうなの？うわー。3人で調査してたじゃないですか。3人調査しましたよ。で、私とおしんさんは映ってたはずなんですよ。そう。誰がカメラ撮ってたんだろうなっていう話ですよね。ね、あれだ。ねえ。あれだ。あんたなんだよ。MC のお二方に申し訳ないんですが、はい、またね、改めてやらせていただければ。そうですね、また何かしらコラボすることがあったら、またちょっとリベンジさせていただきたいなっていうふうに思います。お願いします。もう一度スクラッパーフィーチャーさん、そうですね、はい、あ、いいね、お願いします。いいですね、お願いします。こちらですね、クラブパルフェジアさん、ユーストリームにて火曜日の8時から10時まで、夜の20時から22時までですね、はい、2時間生放送でやっております。ぜひ皆さん見てください。お願いします。お願いします。なんかね、はい、ん、どうした？いいよ。あ、屋根裏ミキさんがね、はい、いつもは音合わせ程度らしいですよって言ってたら、クラフパルヘジさんが、いや、そんなことない、ちゃんとやってるんで。ちゃんとやってますよ。会話が面白かった。そうなんだ、すげえ。ゾルキさんが、あの動画使えなかったのか、だって。あ、そう、見てくださって。そう、そう、まったくね。もうもっと言ってあげてください。番組は、あの、閲覧っていうんですか、観覧みたいなので、調べていただければいけるんじゃないですかね。あやふやな情報。はい、行ってみてください。ぜひともチェックよろしくお願いします。はい、調査報告、クラブパルフェジアさんでした。ありがとうございました。あのね、ゾルキさんがね、バブルは取材もできるし、期待以上に番組に馴染んでるので、プラチナに昇格でいいんじゃねって。おー、ちょっとそういうのやってないんですよね。そういうのちょっとやってないんですよね。さっきからなんかね、いつにあのなんかちょっとチャットにもなんかもたついてる。いや、だからこそこっちもつけたんじゃないですか。ダブルで、ちょっとダブルでね。ダブルでね。こういう感じでね。バブルじゃないんですよ、ダブルって。やめてください、そういうのやってないんで。もうちょっとだけ応援してください。プレミア。プレミアじゃない。プレミアならそれはそれでいい。プラチナ単位は別にさ、一人の枠じゃないでしょ。なんでそういうことですか。なんか称号欲しいんです。私バッチないんですよ。じゃあエメラルド単位にしましょう。なんでですか。超えた、抜かれちゃった。博士。あ、そうですね、博士がいるんで。あ、そういえばさっきエメラルド博士ってそんなに忙しいみたいな、そういうのが書いてあったんです。忙しいらしいですよ。じゃあバッチ作ってください。あの、ママと私の分お願いします。まあ書くような、まあ、肩書きができればですけど。まあ作ってあげてもいいですよ。はい、はい、まあ、そういうこともあるんですよ。
まあね、あの、今回ね、クラブパルヘジアさんを調査させていただいたんですけども、まあこんな感じでね、いろいろ雷調査隊も、あの、他の番組とかも、こう潜入したりしたいなと。楽しかったですよね。ジャック。電波ジャック。いろいろ、いや、調査。調査。したいなとかも思ってるんでね、まあそういう部位もいろいろ織り交ぜつつ、ちょっとやっていけたらなとか思ってるんで、ぜひとも、あの今後とも楽しみにしていてください、はい、お願いします。はい、それではですね、まあ、こちらはちょっとはい、すみません。はい、それではこちらの日本の人食歴史文化に馴染んだ調査を、はい、くまちゃんとおしんさんお願いいたします。かしこまりました。はい、馴染んだって言ったよね。今日もやってまいりました、はい、そうです、我々のくまたんと一気に雰囲気変わるね。隊長のですね、都道府県の独自調査、ここで博士太郎さん入ってきていただきました、はい、終わっちゃいましたよ、調査報告。いやでもね、さあさあさあ、ね、皆さん、はい、さあ今日はどこを調査するのかな。はい、はい、本日調査させていただきますけどこちらです。千葉県でございます。はい、はい、私はこちらですね、はい、東京都の右ドンとありますね。これおしんのさ、メモ帳がどっか行っちゃったメモ帳って調査資料か、そうですね、資料でございます、はい、はいはいはい、ということで本日調査させていただきます、はい、関東地方千葉県でございます、はい、はい、千葉県、皆さんお住まい、今日千葉県、今日は、まずコニーさんと富賀みかんさんがいらっしゃいますね、千葉県には。今日は入ってきていらっしゃいますか、ね、そうですね、はい、入ってます。今日はね、ダメな感じですかね。千葉県の方入っちゃいな。噛んじゃった、噛んじゃった。今、入っちゃいなって言ってたよね。入ってください。ということで、うん、本日は千葉県を調査させていただきます。せいやさんが予習するの忘れた、だって。おあ、嬉しいね。新庄市も調査して。新庄市、千葉と言ったらマックスコーヒー。あ、そうなの。そうですよ、そうですよ。ね、しんちゃん。あ、そう、そうなんです。そう、ロッテの本拠地とかね。まあまあ、そもそも、まず千葉県の面積と人口をお願いします。はい、はい、お答えさせていただきます。はい、千葉県、こちら千葉県は、関東地方の、南東側に位置する県でございます。はい、県庁所在地は、バブル？あ、千葉は千葉です。正解。待って待って、プチ王さん？プチ王さんでいいのかな？プチオールさん？はい。プチイオウルさんが入ってきていただきました、はい、読み方違ったら言ってください。なんなら千葉だったら千葉って言ってください、はい、どこでも言ってください。のぶくろくんも入ってきてくれました。のぶくろくんもありがとうございます。千葉を調査させていただきます。県庁所在地は千葉市でございます、うん、平野と、丘陵でいいかな、イントネーション、うん、丘陵、なだらかな起伏や丘の続く地形のことを言います。丘陵が、県土の大半を占めております。海抜 500m 以上の山地がない日本で唯一の都道府県でございます。ちょっとこれだけじゃ意味がわからないかなと思います。わからん、わからん、はい、海抜っていうのが平均海水面を基準にして測った陸地の高さ、平均海水面、うん、はい、を基準にして測った陸地の高さが高いの。だから、山とか丘とかの、この山とかの 500m 以上の山がないのよ、千葉には。そうなの。そうなの。じゃあ山登りはできないわけですね。そうです。いや、 500m の山、ああ、その山は登れますかね。はい、そうなんですよ、うんうん、と、こういうところは日本で唯一なんですね、千葉県、はいはいはい、素晴らしいということで、はい、面積の方申し上げます。はい、はい、面積5156.61 キロ平方メーターでございます。5156.61 キロ平方メーター。ちょっと待って、ここでね、ソラ、はい、さんが入ってきていただきました。ありがとうございます。あと、かよねこさん言いましたっけ。かよねこさんね、最初からこんばんは。なんかもうダメ、もうダメなんですよ。プラチナスタイン、ちょっと開発ですね。じゃ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 、はい、じゃあ、はい、じゃあ、はい、戻しますよ。はい、ありがとうございます。総人口、はい、619万5643名でございます。人口密度が1キロ平方メーターあたり1200人でございます。待って、これ、まあね、先週埼玉を調査してないですか、はい、埼玉はどんな感じでしたっけな。はい、はい、どん、はい、はい、ということで、総人口で言うと、
100万人ちょっと少ないんかな、埼玉県の方が100万人多いみたいな感じ。そう密度的には、密度的には、千葉が1200人、はい、で埼玉が1900人。ああ、でもやっぱ全然違うわけなんですね。そういうことになっております。はい、千葉県にもたくさんの、モニュメント、違うな、木、花、鳥、いろいろございます。はい、千葉県の木が薪、薪って知ってる？埼玉県のままの。あ、本当やね、ごめんね。ありがとうございます、リーダー。はい、なんかね、都道府県人口、都道府県人口密度、都道府県昼間人口はいずれも全国6位、面積は全国28位だって。そうなんです。おー、素晴らしい。あのメレオさん全国6位なんですよ。で、予習だ、予習。すごい。何が全国28位でしょう。面積が全国28位。微妙。なんか、真ん中、真ん中というか、ね、みんなでも予習をするようになったすごい、ね、ありがとうございます。はい、はい、そして千葉県の花が菜の花でございます。菜の花、はい、はい、そして千葉県の鳥がホウジロ。ホウジロっていう、ホウジロ、でもホウジロってね、よくあの海とかにいるもんね。あ、飼ってた昔ホウジロ。おばあちゃん家で飼ってたホウジロ。どんな鳥だったんですか。あんま覚えてないんですけど、可愛かったです。可愛かった。チャット、チャット調査隊の皆さんはホウジロってご存知です、言われて。ホウジロザメとかいらっしゃいますもんね。あ、サメ。サメは鼻水出たわよ。だから知ってたんだ。だから聞いてたんだ。だから多分馴染み深かったんですよ。でもホウジロっていう鳥は初めて聞いたでしょ。はい。さあ、しんちゃん、どんな鳥なんですか。はい、まだ調べてません。はい。みんな、そこは調べるんだよ。ホウジロでしょ。お願いします。知ってる。いや、なんかうちすごい、おばあちゃん家行くと、もう何十匹も鳥を飼ってたのね。へー。そう、だからなんかね、ピチピチ鳴く鳥だった。可愛らしい鳥なのかな、わかんない。でも普通に鳥じゃないの。みんなちょっと教えてください。はい、ぜひお願いします。はい、はい、ということで、はい、になっております。あのね、先ほどね、地形というか、その、平野と、丘陵が大半を占めてるから、その 500m 以上の山地がないって言いましたよね。 お伝えしましたね。はい、平均海抜、さっきの、はい、陸地の高さで、はい、平均海抜は約43m。 ちなみに10m 海面が上昇すると、千葉県は本州沖合に浮かぶ島の一つになるという試算が示されております。島になっちゃうんだ。そう、10m、数千年前まではそういう島やったらしいよ。島っていうか離れてたらしいけど、だから今10メーター海面が上昇したら千葉県は離れちゃう。あれ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 、聞いてる？ああ、ちょっと寝てしまってた。起きて。難しいんだもん、なんか。いや、メダネチとかもあるからですよね。そうなんです、ね、メダネチいっぱいありますよね、今起きた。わかりやすく頑張ったんだね。はい、ということで、こちら千葉県って言われて、うち正直ね、なんかその落花生有名ですよね。あ、そういうイメージがありますね。はい、他には何かないんですか。そういうの聞きたい。そうなんです。さすがです。これ、こちら千葉県、落花生、うん、里芋、ほうれん草、春菊、大根など、収穫量日本一。おお、素晴らしい。じゃあ農業がすごく意外とですね。じゃあもうそういう、何、ほうれん草のおひたしだの、今ね、すごく今おでんが美味しい季節でしょ。おでんといったらもう大根じゃないですか。その大根もほとんども千葉県で作られた大根ということなんですね。そうです、1位なんですよ、収穫量が。これすごいでしょ。すごいすごいね、びっくり、びっくりでしょ。あ、ちなみにね、はい、なんか旧石器時代以前は今より20メートルくらい海抜が高かったらしいですよって、そらさんが。あ、で完全やね、さっき言ってたホウジロは、あのなんかウグイス色のスズメっぽい鳥で、でなんかあの書いてくれてた、昭和40年5月10日指定県内に生息し、県民に最も親しまれている鳥としてこの鳥が選ばれましたらしいです。あのめさんめっちゃ調べてくれてる今日。ありがとう、本当にありがとうございます。ここでね、結構ね、ちょっと難しいというか、あの、ほんと、地理、何て言ったらいいんやろうね、お話しさせていただきましたが、ここで、まあ、お得情報
お得、うん、おしん独断のお得情報をお伝えさせていただきます。おっとマラソンマンさん入ってきていただきます。こんばんは。今何名様が入ってきてます？今29名様でございます。ありがとうございます。すげーな。ありがとうございます。はい、ありがとうございます、うん、はい、ね、千葉県、あ、これで見たらいいね、はい、千葉県のこの部分、何かお分かりですか？これですか？ちょこん、ここですね、皆さん分かりますか？その下の部分、房総半島ってどこですか？お、あー、ね、あれあのね、チャット調査単位の方にね、当てちゃって、あの、もうやだちょっとやり直しますか？あ、じゃあ大丈夫だ、みんな、何も、今、巻き戻す、もう一度、はい、え、でもね、これしんちゃん、この下の部分、そう、あのね、房総半島って言いますよ。ここの C、 で直したと思う。ここの C がね、で直したにも変わらず、チーバくんの足ですって。足です、足です。カンガルーの頭ってみんな書いてくれてる。ボケてくれてる人もいるんですよ。ちょっとちょっと。バブル帰れだって。はい。南房総市。南房総市。うん。房総市、房総でいいんだよ、はい、はい、っていうのがここにあります。はい、はい、はい、こちらは関東で最も春の訪れが早い場所でございます。そうなんだ。あ、関東で、はい、関東で一番春の訪れが早い場所。なんかおしゃれだね。じゃあ僕ね、僕ね、もう7年ぐらい前ですかね、うん、その房総市にね、うん、あの仕事かなんかで行った時があって、うんうん、その日多分2月だったんですね、うん、もう花粉舞ってましたよ。あ、そうなんよ。くしゃみすごかったです。そう、なんかね、そういうことか。そう、気温もそうなんですけど、こちらあの黒潮海流の影響による、うん、はいはい、ここはね、春の訪れが一番早いんです。だからか、下から来るやつだよね、黒潮って。そうです、そうです、はいはいはい、そしてそしてまあ今はね、ここから、まあ春はここね、春はここ。あー、待って、30名様になってる。すごい、どなたや、どなたや。あ、ミャンマーさん入ってきていただきました。ミャンマーさん、ありがとうございます。30名様、ありがとうございます。はいはい、ということで、はい、そして、うん、夏、うん、暑いの嫌ですよね、皆さん。やだ、暑いの嫌だ。チャッターさんも嫌ですよ、私も嫌だ、嫌なのということで、はい、どこを目指してるあのね、夏は勝浦市、はい、勝浦市がね、ここら辺なのかな、隣の方、はいはい、勝浦、はい、勝浦も行ったな、はい、勝浦市など、うん、こちらは8月の平均気温が 28.8 度。僕ね、そう、思い出したけど、うん、5年前仕事で勝浦市に行ったんですね、うん、夜がすごい涼しくて、8月のもう本当に最初ぐらいからもすごいやっぱ暑い時、やっぱな、夜なんてさ、まだ暑いじゃない、うん、クーラーつけないと全然、もう外を開けて網戸だけでも涼しかったですよ。すごい気持ちが良かったですよ。ただね、昼間が暑いのよ、昼間が違う今聞いてた、カラッと暑い。そう、でもさ、海とか夏場あるじゃないですか、うん、でも温度自体も 28.8 度が平均なんで、うん、普通に都内とか、うん、東京都とかと比べたら全然低いんですよ。同じ関東とは思わないですよね。そうなんです。だから夏場はね、ここら辺で海水浴場いっぱいあるんですよ。よくね、夏とかね、トライアスロンとかみんなするんです。大会とかいっぱいあるんですよ、勝浦。あ、そっか、なのでね、ぜひとも春はこちらで、春の訪れを何よりも。昔南房総で囲われ、はい、海の中にこう石で囲われてる場所があって、はい、ちゃんとした施設みたいなんだけど、こう中に入ると海の生き物がいっぱいいて、そこでこうゴーグルとかで見ながら、シュノーケル的なね、そうそう、できるところ行った、行った行った。皆さん千葉って行かれたことあります？行ったことないな。結構だから今日シャッターさんはさ今行った言ってたからそれが来ちゃったのかちょっと軽くボケとこうかな。大丈夫、小杖安藤がさ、小杖安藤、小杖安藤サーフィンもできるかなって書いてる。どうなんだろうね。さ、勝浦市は本当サーフィンとかもできますよ。結構ね、あのね、漁業も盛んなんですね、勝浦市って。で、本当千葉は全体的にいろんなことがさ、
盛ん。はいはい、そうなんだ。すごいですよ。あのメルオさん住んで、はい、行ったことないです。勝之さん住んでたって。そうなんだよ。塩黒子さん行ったことないって。ディズニーで行ったことあるっていう人がいる。そっか。なるほどね。これさ、おしん調べたかったことが一個あるんですけど、ちょっと調べれなかったことがあって。はいはい、あ、大丈夫？なんか信黒くんがね、おしんさんの顔太陽光発電できそうって。進めます。はい、お願いします。あのね、おしん調べたかったんですけど、うん、ちょっと分からなくて、皆さんももしご存知だったら聞きたいなとか思ったんですけど、うん、ディズニーランド、千葉の浦安市にございますよね。はいはい、千葉にあるのになんで東京なんですか？それは僕も思い、ちょっと思いましたね。はい。はい、東京ドイツ村も千葉じゃなかったでしたっけ？なんか東京ってつくものが千葉に多いっていうのは聞きました。それな、じゃあおしん調べたかったんですけどちょっと分からなくて、ディズニーランドであの某ウィキさん、あの雷の ね、あの管轄なんですけど、お世話になってるんですけどちょっとそちらまでは載ってなくて、私がちょっとちらっとですけど聞いたことあるのは、うん、なんか外国の方が分かりやすいように、うん、あーね、あ首都だから待って、パピポさんが落ちますって。 ありがとうございました。ありがとうございました。そう、なんかそういうのもね、気になることもいっぱい出てきたんで、まあ、もしね、皆さんご存知の方とか、外国の方が分かりやすいようにっていうことなんですね。ドイツ村も千葉ですとかね、書いてくれてるんだ。やっぱりなんか成田空港を新東京国際空港というようなもの、もしかしてってマラソンマンさん。ああでもそうだ、そういうこと、そういうこと。やっぱり国際的に東京の方が、阪神も大阪のイメージだけど実は兵庫県のチームですとか。そうですよ。あ、そうなの。甲子園は兵庫県ですから。そう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 、そうだね、そうだよね、はい、甲子園球場がね、でね、ディズニーファンのソラさんから言わせていただくと、皆さんの言う、みなっちの言う通り分かりやすくするためだって。そうなんだね。すごい、ありがとうございます。ディズニーパリもパリじゃないとか。まあ、なるほどね。あの、まあ、ディズニーランドさんもね、さることながら、うん、まあ、埼玉にしろさ、東京にしろさ、うん、やっぱりマスコットキャラクターっているじゃないの、うん、はいはいはい。もちろん千葉にもいますよね。はい、やっぱりいます。はい、皆さんご存知ですか？あれ、さっきからちょこちょこ出てるやつじゃないの？お、なになに。では皆さん、大根チーバくんだっけ、なんか。うお、正解正解正解。自分の手柄にするチーバくん、なんかそうそう、ちょいちょい書いてくれてるみんな。素晴らしい。でもね、いろいろそういうキャラクターごとにさ、はい、あのモチーフになったものがあるわけってなんでしょ。そうなんですよね。千葉さんもあるんですか？あのね、千葉さん千葉さんもあるんですよ。これ知ってる？千葉さん。いや、これでもさっき言われたら嫌やわ。だから言っちゃう。そらさんがおしなりくんって言ってるけど、おしなりくんって何でしたっけ？え、何それ。違う県のキャラクターかな。あれ、なんかね、今ね、はいはいはい、ということでちょっと進めさせていただいてもいいですか。2010年開催の夢半島千葉国体、夢半島千葉、国体のマスコットキャラとして考案されました。2010年で、2011年の1月1日に千葉県のマスコットキャラクターとなるんですね。ここが面白いのが、今までもち、鳥とか県の鳥とかをモチーフにされてましたよね。はいはいはい、しましたね。はい、こちらチーバーくん、あ、嘘、チーバーなんかチーバーみたいな。なんだろう、チーバーくん。チーバーくん、書いてくれてる人いる。お、待って待って、ちょっとそこは言わせて、ね、言わさせていただきます。姿は、姿は色が真っ赤で、横から見ると千葉県の形をしているんですね。うん、どういうことだ。あ、しゃくれてらっしゃ、しゃくれてらっしゃ、顔顔そう、これが顔に似てるということで、はい、あの、そっから、あの、あれは何なん、千葉くんは何、あ、千葉くん何なん、犬なの、何なの、犬なんかな、あれ、犬みたいな感じ でもなんか犬っぽいって伊賀さんも言ってる。そう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 。で、こちらね、赤顔がそうなってて、赤い犬、そう、赤い犬っぽくて。え、どこが顔なんですか、これ全部でしょ。この舌出してるって。そう、
いやそうなのよ、舌を出してるの。どこでもなんで舌を出してるか分かる？マスコットキャラ分からん、教えて。あのね、顔に見立ててはるんですね、はい、舌を出してるところが浦安市付近に相当するため常に舌を出してるらしいですよ。暑いってこと？ジーバくん、違う、あの舌出さなかったら浦安市がなくなっちゃうの。わかります？で、待って、どこ、でもこれ言うとどこで舌を出して貼るの？これさ、うちよう見たらさ、エヴァンゲリオンみたいな感じ。確かに。はい、ね、克行篠原さんもベロ出してないと浦安がって書いてくれてた。どこの部分なの？ベロ、ここら辺。待って、これ、浦安ってここら辺。あ、ちょっといいですか？はい、もう時間なので、ちょっとまとめてもらえます？それ、何なの？人が一生懸命言ってるのに切り捨てて。それ、そうです。あ、リーダーすごいね。でもね、そうやって言ってくれてるやつ全部あのめさんが書いてくれてたからは、いらなかったっちゃいらなかったかな。ということで、今日は、本日はですね、まあ、結局はそのベロのところが下重要だなって。あ、ここが浦安市？はい、こじゃあ、こう暴走…ちょっとわかんないね。暴走反動じゃないの？とりあえず、下が浦安市です。すいません。あ、わかりました。皆さん、某駅さんでね。ありがとうございます。ということで、あの、今日は千葉県を独自に、これはあくまで独自に調査した結果ですので。はい、はい、そうですね、しんちゃんね。そう、独自。はい、はい、なので、またね、来週もちょっと違う県を調査していきたいと思うわけなんですけども、来週はですね、次はどこなんだ、はい、愛知県って言ってるけど、どうなんだ。じゃあ、この千葉県の上の茨城県、持田代さんが入っていらっしゃいます。茨城県を独自に調査していきたいと思います。納豆、はい、今日イラストなんですけど。正解。納豆、はい、ということでですね、はい、本日の、くまたんと、しんちゃんの、独自都道府県調査のコーナーでした。ありがとうございました。さよなら。もう、おしん、どんまい、おしん顔っつってるんだね。じゃあ、じゃあ行きましょう。はい、それでは、あのコーナーに行きましょう。あのコーナー、はい、どのコーナー、はい、どれどれ、はい、はい、今回はですね、私が担当します。できんのかよ。いいだろ。キーマンの、いつも担当しているお天気ナウのコーナーに行きたいと思います。はい、はい、お天気ナウ。やった。イエーイ。はい、はい、はい、あ、はい、これ貸してもらいます。はいはいはい、はい、はい、それではですね、はい、まあ、こうやって大きなあの日本地図があるんですけど、はい、それを全部埋めたいと思ってます。はい、はい、今はですね、北海道とかこの辺いっぱい埋まってないので、はい、皆さん入ってください。、うん、はい、それではチャットに、皆さんのこれどういった形で、言えるんですか。戦争説明を、お願いします。はい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 、わからないよ。ちなみに関東、あと栃木だけですから。はい、はい、お待たせいたしました、はい、こちら、括弧、まあ、できたらでいいんですけど、括弧して場所、県名を書いてください。じゃあ、今いらっしゃるところでお願いします。で、お天気を書いていただければ、はい、こちらに貼っていきたいと思いますので、皆さんご参加お願いします。よろしくお願いします。さあ、はい、さあさあ、はい、皆さんどんどん書いていただきたいんですが、はい、今日参加していただいているチャッターさんお呼びしたいと思います。はい、あのね、レオさん、はい、クラブパルヘジアさん、よかったらどこ住みか、今どこにいるか書き込んでください。この際、場所、天気でお願いします。はい、DTK さん、こんばんは。どうしたんだろう私。エスパー、イガさん、ゾルキさん、ひとみママ、なんかママはね、電波の調子が悪いみたいよ。ね、ナナさんもね、どこに住んでるかよかったら書いてください。ね、と、かつゆき、すのはらさん、かよねこさん、こずえ、あんどう、マラソンマンさん、のぶくろさん、鬼の家さん、せいやさん、しゅんさん、しおくろこさん、そらさん、ゆみっちっちさんということで、もう参加してなかった人はこの際。まあね、この際、今日はね、一段と冷え込みますな。お、書いてくれてますよ。ゾルキさん、東京都練馬区、晴れ。晴れ、はい、ありがとうございます。東京都練馬区。うん。で、かつゆき、すのはらさん、愛知、名古屋市、はい、晴れ、木星さんがピッカピカ。木星見えるの今。すごいね。気温4度。風が強くてブルッチョ寒々の一日でした。ブルッチョ寒々です。今日はね、寒すぎ、本当に寒いな、ほんま寒い。うん、寒いね。で、ゆみちっちさん、はい、埼玉、曇り、超寒くて風やばすぎたって、はい、超寒いのね。で、はい、DTK さん、兵庫県南部、
はい、午前中から雪がパラついてたけど今は止んで晴れてますよ。晴れ、はい、ありがとうございます。午前中雪降ってたんだ、近畿の方は。そんな寒いの？そう、あのね、関西に住まれてる方が、うん、もうあの屋根の上に雪が積もりましたっていうツイートをされてましたよ。へー、すごい。落石には、積雪には注意で、うん、エスパー伊賀さん、三重県伊賀市、うん、やや曇り、一つ、星一つ、昼間雪降ってたよって。そうなんだ、すごいね。雪、あ、じゃあ雪来るんですか、もしかしたら。雪からの東京ってちょっと来ませんか、うん、で、そらさん、静岡県中部、ね、若干の雲はあるっぽいけど星が出てます。うわ、UFO だって。え、そう、本当か嘘か。静岡県中部、はい、はい、ありがとうございます、うん、大分県大分市、アナメレオさん、雪降ってない、曇ってあす、曇ってあす。ひとみママをかけたコメント、はい、横浜風が強いけど晴れてます、相変わらず見れません。うん、ママ神奈川ね、映像が見れないのかな、ママはね。曇りで、クラブパルージャーさん、東京都杉並区、晴れ、ね、寒いですって。晴れ、はい、ありがとうございます。で、のぶくろくん、大分県別府市、曇ってます、めっちゃ寒いです。曇り、はい、やはり大分県は曇ってるんですね。なんか面白いね、面白い、また、うん。で、しゅんさん、埼玉県東松山市、星綺麗って、星綺麗、晴れでいいですかね、埼玉県。うん、はい。かよねこさん、奈良県、雲が多めの晴れ、超寒い、2度です。2度、2度、すっごい、2度、奈良、奈良、奈良が、奈良が曇り。もう私さ、何回も読み間違えるから振り仮名振ってくれた。愛知県新城市、新城じゃなくて新城市、しおくろこさんね、曇りっぽい晴れって。晴れ、はい、しおさん、ありがとう。しおさん、振り仮名ありがとう。ありがとうございます。ゆみっちっち、はい、風強くてカツラ飛ぶかと思った。カツラなんですね、ウィッグと言いなさい。大西ライオン、福岡、嘘だ、あ、じゃあ嘘嘘、ごめん、鬼の家さんだった。あ、ごめんなさいね、大西ライオンとなんか間違えちゃった。鬼の家さん、福岡県福岡市、雪、曇り、雪、雪が降ってる、雪の方が多い曇りってことかな。なるほど。で、ナナさん、一応香川県、曇りです。香川、香川、ナナさん、香川県。あ、そうだ、そうそうそう、言ってくださってました。曇り、はい、曇り、ありがとうございます。ナナさん、香川、え、香川ということは、あと、高知だけ、だけじゃん。高知だけで四国は制覇されますね。すげえ、ありがとうございます、ありがとうございます。ナナさん、愛してる、愛してる。コイニクさん、宮城、仙台、雪、曇り、雪、はい、雪降ってるとこ結構あるんだね。うん、DTK さん、大阪は積もってましたよって。大阪積もった、へぇ、ちょっと酔ったんだ。うん、マラソンマンさん、今日は広島市、曇りです。なお午前中、口県か関市、何県か、下関市、下関、はい、は雪でしたって。え、下関も読めなかったの、午前中、新庄、下関、ね、じゃあうるせえ。口県とかわかんないから、ね、ちょっと私が悪いんじゃん。塩黒子、塩黒子さん、10時くらいに雪降ってたって。そう、うん、見たい。かよねこさん、今朝積雪してたけど昼間晴れたので溶けた。UFO 見たことあるって、あの目さん。で、小杉半島、東京晴れ、星見えますが極寒。あ、元帥太さん、こんばんはって。こんばんは。元帥太さんは新潟ですね。おお、はい、どうなんでしょう、天気。曇りと。新潟曇り。元帥太さん、ありがとうございます。はい。で、コルさん、埼玉県南部、昼は曇り、今は晴れ。今は晴れ。はい。うん、で、ソラさん、本日の富士山、宝永山が綺麗に見えました。ちなみに宝永山は静岡県からしか見えません。あと、さっきの UFO じゃなくて火の玉でした、キャーって。キャーキャー、四国が埋まってきたね、高知って。高知、ね、高知の方がぜひとも参加していただきたいですね。近畿地方制覇一番乗り危うしいって DTK さんも言ってくれてる。じゃ あそろそろ読み終えたかな、ミナッチバージョンですよ。西日本は午前中雪だったはずですって、さあ、ミナッチ楽しみだな、楽しみだな。しっかりまとめて、しっかりお伝えしていただきたいな。あの、先ほども若干ちょっとまだね、引きずってるからね、しんちゃんね。はい、じゃあですね、はい、北海道、青森、秋田、岩手、山形、ぜひ皆さん参加してください。はい、はい、はい、宮城はですね、雪ということな、はい、コーヒーニックさん、雪ということなんですけど、うん、
この上のら辺がわからないので、はい、ここだけが雪なのか、はい、全体的に雪なのかわからないですけど、はい、宮城は雪ということですね。なるほど、はい、それで茨城と千葉と栃木は、あ、参加してくださってるけど、ぜひ参加してください。あ、じゃあ違うよ、栃木だけでもう関東埋まるからね。そうそうそう、あと栃木だけだから。じゃあ栃木参加してください、お願いします。はい、お願いします。お願いします。あ、そうか、はい、群馬もね、今日は入っておられないということなんですけど、ぜひ書いてください。はい、で今日、新潟は、はい、曇りですね。新潟曇りですね。潜水艦さんの住んでいる地域は曇りということで。ということは、宮地、関東とか、うん、はい、まず関東は全体的に見て、どうなんですか？関東はですね、全体的に見て、はい、こう晴れとか曇りだったりするんですけど、でも私が思うのは曇りだと思うんですけど。はい、でも、さんがね、風やばすぎて窓壊れたわ、あのーんって書いてる。だけど、統一しているのは、うん、はい、極寒だということです。なるほど、風強いらしいよ、埼玉。はい、それで、まあ、静岡、愛知も晴れということなんですけど、おそらく予想は曇りということこれはリーダーが言うからリーダーが言うからリーダーが言うから、はい、はい、近畿はですね、全体的にやっぱり曇りということで、やっぱ朝とかね、雪降ってたらしい。ね、ミャンマーさんが、今日北海道にいますが大雪です、だって待って、今ね、今待って、沖縄の北海道なんて、嘘でしょ。すごいすごい、アクティブだ。初めて貼っときます。大雪だし、やはりね、そうやはりね、やっぱりさすがです、リーダー絶対に大雪です。青森とかも多分海の方行くと寒いと思います。はい。はい、だから皆さん気をつけてください。はい。はい。あ、はい。ミールさん入っていただいてる。うん、ありがとうございます。鹿児島晴れだって。晴れだね。ミールさん、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、近畿地方はまあ全体的にそうですね、曇りで。曇りなんですよ。はい。はい、そして。それで割とこちらの九州の方も、うん、ここ福岡雪と書いてあるんですけども、どのぐらいの程度の雪なのかわからないですけど、はい、予想は、そう、多分曇りなので曇り、はい、多分ここ は曇りですよね。じゃあ晴れてる。晴れてる。リーダー晴れてるって言ってくれてるんですけど、リーダー。でもやっぱり今日は日本全体、最高。今日日本全体を見ると。はい、曇りです。いや、バレてるし、雪降ってる。キラキラしてますよ。本当にびっくりするわ。こんだけ確信する天気予報はないよって言ってる。まあでも、こう日本全体を見ると思ったことは、はい、こう春、皆さんは春が来たと、この前浮かれてたじゃないですか。まあ、けど、いいじゃないですか。ちょっと待って、だけど、本当はまだなんですよ。あれはフライングっていうやつです。はい、なので、こう、ね、春のものを、服をもう出そうって浮かれるんじゃなくて、まだ冬っていうことを分かってほしい。寒いからさ、寒いから分かるよ、それぐらい。自然と、いや、分からない人もいるからね。あ、気をつけてってね。冬だ、あ、春だって言って、はい、冬物をもう全部どけるんじゃなくて、まず、手袋とかマフラーとかを持って過ごした方が日本全国どこでも行けると思います。なるほど、はい、はい、なので、うん、今日はですね、今日はこう寒い季節ですけど、あ、今日は寒い日ですけど、うん、まあ、明日晴れるかもしれない、だけどまた次の日はまた寒いかもしれないので、うん、皆さんぜひ、まだ冬だということを分かってください。リーダーしっかり地図を見て、はい、リーダー的に全国曇りっていう評価をされたじゃないですか、はい、明日はどうなってるんですか、リーダー的に。明日、天気予報、はい、リーダー的に明日は、チャッターさん、ちょっと教えてください。なんでだよ。流れ的にちょっとリーダーはどういう展開だと、リーダーの予想で、はい、ぜひとも答えてほしいですね、はいはい、明日もまた、うん、どこかは雪は降ると思うんですけど、まあ、それは降るだろうね。ここは降ると思う。北海道は雪だと、はい、沖縄は降らないですそうですね、はい、なんかみんな笑ってるよ。明日は明日の風が吹く。あ、そう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 
頼りっぱなし。じゃあ最後にまずね、はい、まあ締めていただきたいな。はい、ということでですね、今日は日本全国かもりです、はい、最後まで、はい、譲らねえ。やっぱ防寒対策は必要ですよね。防寒対策は必要です。なので、はい、春というふうに浮かれてはいけないですね、はい、卒業生とか、まあ、卒業する人はちゃんと卒業してから春という気持ちに切り替えて、卒業しない方は、はい、卒業生をちゃんと見送って、はい、ください。はい、はい、ちゃんと、次の新年、うん、新学期に移ってください。はい、はい、ということで、はい、今日は高橋がやりました、はい、お天気なおのコーナーでした。ありがとうございました。今日は学生らしいコメントでした。ソラさんが、はい、来週の水曜は第一志望のため参加できません、頑張ってきますって言って、頑張って、頑張ってください。ね、まだ冬なんだ。誰でしたっけ？そらさんですね。そらさん、パチパチパチって、ね、あ、ありがとうございます。大雑把を何回言ったかわかんねえ。風とともに去りぬ、はい、え、来週、ね、第一志望なんですね。第一志望らしい。頑張って、頑張っ て、ね、張って本当ということで、皆さんにメールを送りましょう、ね、はい、そらさん、頑張れ。雑いいみたいな、いいみたいな。これはもう毎回僕はやりますよ、受験生に、はい、そう、なんか皆さんあったら、そういうこと言ってきてくださいは、はい、会長が書いてくれると思うので、はい、なんでも言ってみるのが得だと思います。はい、はい、すごい、まあ ね、 ね、どん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 増えてきて、うん、いただいてますがね、あとは東京と、あとはじゃあ関東と近畿地方と四国地方と中部ですね、あ、あと高知ですよね。高知が埋まれば四国が埋まる、で、栃木が埋まれば関東が埋まる。そう近畿は大阪、和歌山、滋賀ですね、ぜひとも皆さんね、あのお友達のね、そういうあのチャッターさんとかいらっしゃいましたら、ぜひとも、はい、皆さんよよ、ね、集めていただいてですね、一緒にね、ご参加していただけたら嬉しいなと思っております。はい、お願いします。はい、ということでですね、まあ、今お天気なおだったり、バブルの今日は何の日のコーナーだったり、まあ、やってないけどな、今日やってないですけど、まあ、コーナーがあるじゃないですか。でもやっぱその2つだけでと、あとなんかこう日本、まあ、今日本を全国を調査していますけど、それ以外になんかこれやってほしいなとか、なんかそういうことがあったりしたら意見をちょっと募集したいなと思いまして、私からこちらの G メールに皆さんぜひ、隠れてる、はい、メールというかお願いします。はい、かみなり .tv@gmail.com でお願いします。はい、なんでクエスチョンなった。はい、ぜひお願いします。はい、あのね、水曜日 の、 あの討論テーマとかももし、あ、ね、あの、まあ、思いついたりしたら、ね、ぜひとも gmail の方にね、その時送ってもらった方がいいかもしれないので、はい、 そ、 でね、その時言ってもらってもいいんですけど、はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、うん、まあちょっとさっちょっと早いんですけど、はい、あのいつにゃんなんかあるとかいうのを聞いたんですけど、はい、いいんですか？いいんですか？ちょっと告知をね、めったにしない告知をさせていただきたくて、じゃん、2月24日日曜日、大塚ディーパにて、オープン3時、スタート3時20分の、まあ、ライブをやります。マカダミアロンドンライブします。で、前売りが2000円、当日が2500円になるんですが、予約をですねしてくれれば、マカダミアロンドンのホームページの右上のメールに名前と人数を、人数、あの取り置き名と取っておいてほしい枚数をメールで送ってくれれば2000円になりますので、ぜひぜひ来てくださる方は、まあ確定じゃなくても、まあ取っておくんで、メール1本くれればこの値段にするんで、よろしくお願いします。みんなの調査隊を見たで、この値段になるんで、よろしくお願いします。はい、18時40分、6時40分からの出演予定になってるんですが、まあ前後する感じも、まあ当日ツイッターなんかでこうやると思うんですけど、とりあえずメールください。よろしくお願いします。はーい、ネームもあります。はい、はい、ん、ね、
今日もね、たくさんのチャッターさんが。そうです、今日は何名のてくださったみたいな。すごいね、あの多くて30名様で、今24、56とかをこうちょこちょこしてるから、もしかしたら電波の都合で入れない人とかもいるのかなっていう感じでしたが、もう先週新しく入ってきてくださった方々、入ってくれたりとかすごい嬉しいですね。ありがとうございます。ね、今日も1時間皆さん本当に助けていただいてありがとうございました。はい、それではね、はい、来週の水曜日の1時からまたお会いしましょう。はい、雷調査隊でした。さよなら。さよなら。バイバイ。バイバイ。